はい、ではね、今回は、GEM2100、TEM の装置ですね、このタイプのもの、説明します。まあ、救命修作補正入ってません。見たからんじわかる通り。で、前回各部署の説明しました。まあ、間違ってたらごめんなさいね。で、今回、部屋の温度をですね、20度にしました。だいたい3切ってますんで、一応使用範囲内ですね。液体窒素入れたらもうちょっと下がると思います。10のマイナス5乗レンジで3を切っていると。ね、ブルーのところ。このやつは100、このタイプは150リッターなので、これになってます。皆さんは、ね、管理者に問い合わせて、どのタイプか聞いてください。うん、ブルーのキャラクター、150リットルパーセックのやつなので、3を下回ってればいいです。じゃあ、これで、一応チェックしましたね。で、あとは、一応エアコン濃度確認しておきましょう。こんな風になってます。今回この設定になってます。あんまりね、会社見れたくないですね。こんな風になってますね。ごめんなさいね。で、こんな風になってます。で、シンク度もこんな感じと。ちょっと画面が切れてますね。ピラニのね。こっからね、こういう風になってますね。よしと。こんな感じです。じゃあ、これで、実験というか やれますんで、まずやりましょう。で、ですね、マニュアルがあります。で、マニュアルやり、通りやりましょう。まず、真空の確認をしましたね。真空の確認をね。で、次に、窒素バルブを開けます。ここのね、入れ替えの時、サンプル入れ替えの時に使えますんで、その窒素バルブです。この、多分配置は、業者というか、大学に違うと思うんです。ここにあります。まあ、私の場合は2回転、半ぐらい開けてます。右締めになってますから、左回し、これで1、半分、2、あ、1回、これで1回転ですね。で、これ2回転ですね。で、私は2回転半ぐらいにしてます。うん、こんな感じでやってます。これが窒素です。で、やってます。うん。変わりますんで、あそこの、何ですか。なんていうかな。忘れた。機械によって変わります。で、窒素バルブ開けました。じゃあ次。通常はログノートに記入します。大学によってはね、Excel で管理してるとこいますね。次に液体窒素を入れます。うん、液体窒素を入れます。で、その時にですね、ここに書いてあるように、ビューウィンドウにカバーがついてるか。前回説明してましたけど、これ鉛ガラスになってます。これがね。で、こいつが、液体窒素、ここから入れるんですけど、垂れて割れたらいかんですから、一応、安全のためにカバー、ちゃんとしておきます。ね。で、液体窒素、漏れないようにするの大事です。で、で、前回のベイクが割ってるかを確認して、ヒーター取り出します。これが、ヒーター入ってます。後から見せますけどね。で、ベイクが割ってるかどうかは、この ACD ベイクのところがオフになってればいいです。ね。アンチコンタミネーターのやつですね。で、ちょっと、片手では難しいので、今、あれにします。これにします。まあ、個人情報とかいろんな情報が入ってても気にしないでください。もう見なかったことにしてください。ね。それが皆さんのためにもなります。見なかったことにしておいてください。もしあっても見なかったことにしてください。で、今ちょっとね、準備してますからね。ちょっと待ってくださいね。で、今後の皆さんのためにやりたいと思ってますので、ちょっとお足労かけますけど、こんな感じで、まだちょっと上が見当たらないので、もうちょっと開けますね。これで、まあいいでしょう。で、こんな感じになりましたね。うん、いい感じになりましたね。さて、映らないようになるべくしたいですけど、こんな感じになってます。なかなか難しいな。設定がね、まあこんな感じです。で、ですね、一応言っときますけど、これがヒーターです。これをですね、取り上げ出します。私、映ってないように撮りたいんですけど。
ここがね抜けます、シュッと。でこれをグーッと開けてさらに取り出せますね。でこれこんな風にここがヒーターになってますね。こんな感じになってます、こんな感じになってますね、こんな感じになってます。でこれまあちょっと下に置いておきます。どこかです。まあここら辺か、ここら辺置いておきましょう、問題ないね、置いておきましょうね。で次液体窒素をねここの中にね入れなきゃいけないですね。液体窒素ここに入れます。ちょっと見えづらいかもしれないですね。見えやすいところにどうしましょうか。ここに入れますね、液体窒素ね、液体窒素ここに入れますね。でロードを使います。ロードを使います。こんな風にねここにこうやって入れてで入れます。でですね、液体窒素入れてるところはそんな見る必要はないんですけど、まあちょっと見てもらおうかなね。まあできるだけ丁寧にやっていこうと思いますね。で映っちゃうかな、本人映るの嫌なんだから。これに入れます。見えるかな、ちょっと見えないかもしれないですけど、見えないですね。ですね、一応ねここにうっすらとメモリがあるんです。今ねメモリはここは500なので、でこれは多分1000ですから1リッターなので、今はちょっと250ぐらい入れてます。でそれをですねあそこのロートに入れます。はい、からちょっとね入れますよ。で安全の台、こういったねちゃんとした台を机を使っに乗って入れます。入れます。少しずつ入れます。でちょっこれだけの量入れたらちょっと待ちます。一応動画撮っときますね。なんでかって言いますと、この後にねボワーっとまた出てきます。まだ中が熱いので、この中が熱いので、液体窒素入れても完全に入らないです。で中が冷えて、冷えた状態になるとある分かりやすい状況が起こります。それ見るためにちょっと時間待ちます。ゆっくりやればいいですからね。何事もゆっくりやってください。焦って液体窒素を漏らし、他のところに流れたりすると大変なことになりますので、ゆっくり丁寧にやればいいです。液体窒素の扱い方は大体こんな感じになりますね。どこのものもそうです。最初にあったかいので入れるところが、最初に少しだけ入れて、それで内部は冷えたら、もう一回入れます。冷えたかどうかっていうのは分かりやすく判断ができるときがあります。今ちょっと待ってもらってますね。もう運が良ければ、分かりやすい兆候が出てます。
今まだ沸騰してますからね、壁面が熱いので。でもなんか右側に機械がフォーカスを合わせたがっている。それがよくわからんな。なんかこんな感じで待ちますね。まだまだちょっと待ちますね。おっとっとっと。待ちます待ちます。それであのかなりちょっと待ち時間になるんで、一言、あ、今ちょうどこんな感じです。こういう感じのふわーってなってなくなるっていう、これが一応中が十分冷えたことになります。これだからですから、この後に、もう少しあのぎいやあのもう少しじゃないで、さらにあの入れていきます。液体窒素。今の非常にわかりやすくてよかった。あんな感じで。ぶわっと広がります。で、おおむねおそらく1リッターぐらいは入るんじゃないかなと思ってます。あ、1リッターって 100ミリリットルね。で、ここにまた入れてきます。で、今度は今度もゆっくり入れて溢れないように注意するってことですね。音にも注意してくださいね。で、気になってきたらこれをちょっと待ってあげます。で、近いところまで来てたら濡れてます。これノートの下のところがまだまだ入りますね。ゆっくり入れていきます。まだですね。ゆっくりゆっくり入れていけばいいです、ね、こんな感じでゆっくり入れていけばいいです。焦らなくていいです、ね、焦って装置壊すのが大変ですから時間かけてくださればいいです。効率を優先するのはね、慣れて十分に習熟してきてからですね、やり方を。そしたら工程を短縮すればいいです。何事もまず壊さないのが一番大事です。まず何をやっているか、どんなことに注意するのかを知ること。そしてね、まず何をやっているのかちゃんと考えながら、あ、ちょっと見えてきましたね。考えながらやると。で、まさかっていうような扱い方はしないようにします。まさか大丈夫だろうというような考えはしない方がいいです。こういう研究機器っていうのは、出てきましたね。うん。これ見えると分かると思うんですけど、下の方濡れてますね。ここの部分がね。もうちょっとですね。ゲームのソフトと違ってですね、どんな操作しても安全になるようにはなってません。あ、この音分かりますかね。もう来てますね。うん、濡れてますね、ここがね。色ちゃうのが分かりますね。ね。こんな感じになってます。うん。なります。で、まだ余ってますけど、これ戻すのは簡単です。戻すのは簡単です。
皆さんそのまま戻してしまいそうですけど、ロート使って戻せばいいです。余ったやつはね、余ったやつはロート使って戻せばいいです。これにこう入れて戻せばいいです。あ、ちょっと今垂れちゃった。あ、何やってるんだ私は。あ、動画を見せながらやるのは難しいですね。皆さんこうやって垂らさないように慎重にやってください。すいません。動画のこれを気にしながら、画面を気にしながらやるとうまくいかないです。しょうがないですね。で、閉めると。そして、それでですね、ロータこういう感じで置いてくださればいいです。今名刺があったんでやばいです。見えないですね。で、今ここを入れましたね。そしたらこのキャップ、ここにキャップついてるんですけど、これ入れます。で、さらに結露を防ぐために、フィルムのケースにさらに、フィルムのケース、今もうフィルムないと思うんで、なかなか難しいと思うんですけど、フィルムのケースに、プチプチ緩衝材つけてやってます。それをかぶせてます。霜がついて、霜がつくのを防ぐためです。この、ね、この中にね、水が張ると良くないので、まあ、どっちヒーターで飛ばすんですけど、霜がつきます。それをできるだけ避けるためにしてます。で、この今やった作業は、これはアンチコンタミネーターで、資料がここから入るんですけど、ここに入って、で、資料から飛んでくるものをここ、ガスなどをここで集めます。で、測定終わった後に、ここに、を温めて、温めるって飛ばすと。でも、本引きの真空を引いたりするっていうふうな手順になってます。まあ、測定中はここを冷やして、サンプルが飛んでくるガスを減らす。で、測定が終わったら、こちら、温めてまた使えるようにするっていうような手順になってるってことを覚えてくださればいいです。で、今回はですね、さらに、EDS のね、話もします。EDS の立ち上げも行います。で、EDS やりましょうかね。EDS の手順は、機関によってね、ものが違うんですけど、EDS はちょっと、これでは無関ので取り外します。で、まあ、アンチコンタミネーターのやつが終わりました。で、ですね。で、一つ注意点があります。EDS、テム使うときはもうこれで終わりですけど、EDS 使うときには、こっちにも液体窒素入れます。で、順番は、今回は EDX もやりますんで、説明しますけども、まあ、最初にこっちをやります。なんでかって言いますと、こっちにまず吸着させてから、検出器側で液体窒素を入れて、ガスが吸着するようにするということです。検出器側にガス、吸着物はたくさんつかないように、まずあらかじめこっちで先に冷え、こっちを先に冷やすということになってます。じゃあちょっと、EDS のこの立ち上げに変わりますんで、ちょっと一旦切りますね。